百田新党決闘宣言は自民党市議との対立宣言でもありました。そのあたり特に有本さんのツイッターのリプランの空気が変わってきたように感じます。特に自民支持ユーチューバーである広熊氏とのやりとりは驚きました。マイクロソフト社長より有名と恣意的に脅迫せしめたのは朝8への出演が大きい堀友氏いわく最近有本氏に会ったといい、 おとといは、有本氏依頼で別の人間があったと聞いている、慰霊碑や喧嘩台設置責任者の新沢氏を悪者にしたこのモンスターを生んだ責任を月曜の朝8で取っていただきたい。とのことです。堀友さんは過去に朝8に出演したことがありました。令和5年1月6日、ゲスト、飯山明、堀友、百田直樹、有本香織のニュース生放送朝8時第31回に出ています。 安倍総理、銃撃現場保存と、慰霊碑混流署名運動を難病を患いながらも運動しているという方だったかと思います。そんな堀友さんがツイッターで炎上しているようで、このように固定ツイートが貼られていました。ご寄付いただいた皆様へ、先ほど書き資料更新を行いました。市や県連の名前を恣意的に使用し、不当に資金を調達しているというご意見に対する当方の見解。 各種匿名返金方法の追加今後の活動方針について更新とありました堀友氏の件は詳細がわからないのでこれ以上掘り下げませんがこの件について有本さんの見解が示されました事実関係のみ記す私は堀友氏にリアルで会ったことはない誰かと会うよう依頼したこともない記念だが何を揉めているのかもよく知らない堀友氏も奇妙だがこのアカウントの死はなぜ事実無根なことを Twitter でばらまくのか何の恨みがあるのかね とのことです。確かに朝8でもメッセージのやりとりはあるが、画面にお互いを映してのやりとりは初めてとおっしゃっていました。1時間30分7分あたりです。朝8で堀友氏を紹介した有本さんを絡めたい意識が働くのはわからなくもないですが、有本さんは会ってないとのことですが、広ま氏も訂正されました。訂正、慰霊碑や献花台の設置代表は佐藤参議院議員でしたのでお詫び申し上げます。 新沢氏は現場での調整役としてご尽力されている方です佐藤議員は某ネット番組で叩きに叩かれ犯人扱いされていましたがしっかり安倍さんの意思を継ぎ行動されています奈良の議員たちのご尽力をご理解ください 今思い出しましたが、月曜日は百田直樹氏が出番でしたので、火曜日の有本さんに期待しています。朝8の報道姿勢がどうなのか、皆さんで確認してみましょう。訂正、おとといは、有本氏依頼で別の人間があったと聞いている、これは有本氏ではなく別人でしたので、お詫び申し上げます。とのことでした。堀ども氏にリアルで会ったことはないという有本さんの話についてはする。誰かと会うよう依頼したこともないということは別人だったと訂正されておられます。 他の動画などで触れていたら申し訳ありませんが、ツイッターツリー上では有本さんの堀友氏にリアルであったことはない、には無反応でした。ひろくま氏の普段の姿勢からすると正確な情報を得ている、などの反論をされる気がします。有本香里氏と百田尚吉による青山重春議員叩きは、太田門時代から始まっているが、両名による青山氏排除の 実態や DHC をオリックスへ売却時の行動など正確な情報を得ているまだ明らかにはできないが結論から申せば両名の情報は全て信頼できないということになるとのことです冒頭のツイートや訂正ツイートが6月24日でこの動画を作っている現在は6月27日ですが3日も経過しています現状は情報をもとに確認中か確認が取れないのどちらかかなと感じました 私もたまに、健康はマッツンの親友、健康の絵は1枚5万円などの事実無根な情報が流れてびっくりします。事実や何らかの根拠に基づいた批判はあってもいいと思いますが、有本氏の依頼で別の人間があったなどの嘘を流すのはよくないと感じました。 私個人のことで言うと、私のイラストについて料金のやりたりがあったのは過去に一人だけです。その方からイラストを依頼したいとおっしゃっていただいたのですが、イラストの仕事は募集していない。自分がイラストのとしていた時の新人の相場はモノクロ1.5千円、から1.8千円だった。ランサーズ、クラウドワークスなどで探せばもっと安価で頼めると思うと伝えたはずなので、その方が5万円の情報を流したとも思えません。なので5万円というパワーワードが生まれた理由が本当にわかりませんでした。 広熊さんがなんで別人を有本さんと言ってしまったのかはわかりませんが私も思い込みや間違いには気をつけたいと思いました玄川君は思い込み動画しか作ったことないよね。 また一つお利口さんになったなチャンネル登録お願いします明日から本気出すから大丈夫